なるよ。CM やって少し体感的に少し土日が間違いなく男性客が増えたの俺のだって YouTube で男性のお客様がほとんどなんで、男性客あれなんで、はい、多いんで増えたの。あ、なるほど。あ、そうね、いかにもこうやりそうな感じの、あ、スリスリって言ってもらえるまですけどね。今のクリスマスということでね、ケーキの方もこういう予約してますんで、今年だから予約状況はいいですね。あ、はい、皆さん苦労しているところでうちだけなんかおいおい、はい、なんかあまり言えないです。風当たり強くなるあれですけど、組合の中で風当たり強くなる、ね、あまりとサンタのこう帽子かぶってひげで、で、あの今日インタビュー受けようかなまたじゃあ後日ですか。じゃあ後日、はい、そうですね。何がちょっと着ぐるみやってみたいな。ああ、わかりました。はい、今日キャスティング多賀蔵店に来ております、今日はヒラメ王決定戦の表彰式ということで、あのちょっとね、あの今日さん私に来てくれたということで、アンディさんと石川さんだと、タカピーさんの熊谷さんで、熊谷さんにあれをやりましょう、カズ釣り賞優勝ということで、あのヒラメハンター T シャツが入っておりますんで、おー、どどどどどどど、L サイズで、はい、頼んでますんで、あとヒサさんとかが間もなく来るんで、ヒサさんにはちゃんとパーカーとね、あの G ショックも持ってきてるんで、おお、いいっすね。おお、かっこいい。ヒラメハンター、はい、ちょっと文字に合わせてヒラメもちょっと軽くピンクにしてみて、はい、こういう形で、いい。なんか釣りドラクティーシャツにしようかと思ったけど、なんかそれもちょっと味ねえなと思ったということで。赤いヒラメいいですね。うん、あ、赤っぽかちょっとね。うん、はい、ということで、あとはやつが、おお、なんすかこれ、あの協賛ですね。あ、来年の来年のナロハイに。来年のナルハイで、あ、ありがとうございます。それ、三点。ああ、ハイに三点。三点。来年のナルハイですね。あ、わかりました。雨に。あとね。雨降ってるけど、あ、だだだだ。おお、すげえ。あとタイドグラフ的な。ええー、すげえ。あ、来年の、はい、来年のナルハイに、はい、なんかスイッチもらったかなって、なんか全部気使わせますけど、はい、来年やんなかったらどうしよう。なんかの製品、あ、こっちも協賛来た、ちょっと、あ、堀田さんからの3位ですね、噂の、はい、ヒラメ釣れど、はい、シーバス釣りましたけど、ちょっと待って、いっぱいだ、いっぱいで車のあれがちょっと、あ、高見さん、すいません、これ、あれ、影田さんから、おー、あの、サオとかリールとこ洗う、はい、洗う、おー、はい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 、はい、すいません、ボス、ありがとうございます。で、高見さんから、これなんですけど、あの、コーティング、おー、はいはいはい。高ピーって全然入ってるね。で、あのメジャーシートのあれです、めっちゃおすすめです。ああ、はい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 、熊谷さんとかにもちょっと使ってもらったんですけど、はい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 、魚乗せて、はい、で最後洗うじゃないですか、はいはいはい、スルッと取れる、へえ、いいんで竿とかリールとかにも、腕締めもすぐ取れちゃうんですよ、すごい、 ありがとうございます。ヒラメ王の協賛でいただきました、ありがとうございます。やばいよこれな、コーティング剤。あと私から熊谷賞です。ああ、はい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 、これあの便利なんで、これあのボスと同じような感じで愛用してます、はい、ああ、はい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 、愛用してるんで、おお、リールもあの洗えるし、俺霧吹きでやってましたけど、霧吹きもいいですよ、結構ね水漏れもしないんで、すげえ、
なかなかいいやつ使ってるんで。ありがとうございます。これは多分手渡しにした方がいいかな。そうですね。熊谷賞って。ありがとうございます。じゃあいただきます。じゃあ、はい、車の中がすげえ美味しいよこれ。さあということであとはやつを待つだけだな。3代目。クソ野郎。もうクソ野郎って呼べないからね本当にね。まあまあ、あと あのおデブも焼き鳥食いながら食うんでしょ。まあということで、まあ、先にいる人が、はい、渡して協賛いただきますのでありがとうございます。本当に来年のなるはいやりますんで。いついつか分かんないけどまだ全部経験だよ。ほらおお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 おあれ誰だっけこれ。白鳥さんだそうだ。なんか五条悟みたいな。こう髪の毛すげえ。決まったんだよ。女房に。これちょっと。これといえば浜王。ああありがとうございます。浜王ニコニ。ここは。あまりわかんない。おお、針外し。で、これもギョンギョンも。ああ、一緒に。ああ。あれ、外して二個、これ二個。あ、わかりました。本当ありがとうございます。いやいや、皆さんから本当に多くいただきますよ、本当に。これは。いや、これが面白い、これな。ああ、トゥーさん来ました。トゥーさん来ました。トゥーさんが来た。トゥーさんが。パチンコでさ、まあ、負けたトゥーさん。ああ、すごいっすね、それ。あ、俺もいいっすよ、最初。もういただきあれですよ、紹介しました。ああ、それありがとうございます。あ、どうもアンディさん。ちょっと車にしまおうこれ一回。トゥーさんも食べるか。食欲できないっすよね、もう本当に。何が食欲で、パチンコ負けたやつ？3万負けてきたんす。今日今さっきあれこんなやな。何やな、セットアップは自分のためなのかな。はい、ああグリッチオイル、あのピンクのやつ。ピンク、ああはい、ありがとうございます。スピンビームこの色と2個。ああはい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 。普通のスピンビームで速く見えじゃない。ああ32gの方ね。はい、これラグ、はい、オクションスリム、おーこのカラー、はい、俺欲しいね。ありがとうございます。追加でいただきましたトゥーさん。もう総額3万くらい使ってます今週は。協賛だけで。それでは3代目が来ましたんで、まずはこっちから行きますか。優勝賞秘蔵 G-SHOCK 2代目ひらめほがら協賛でございます。これあのコウさんの誕生日プレゼント、コウさんに渡してください。はい、武漢の帝王パーカー、武漢の帝王パーカー。あとこっちがヒッサさんですね。 L サイズ、はい、ヒラメ用パーカーでございます。あげてみてください。はい、それコウさんだったら笑うけどね。おお、キョ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 、かっこいい。はい、3代目ヒラメ用と、はい、これを見た瞬間2代目ヒラメ用は僕にも作ってくださいよ。遊び欲しいですよ。なにこれ、デジタル教託。あ、そういうやつ。あ、か、あ、すげえ。あ、こういう風になってんだ。お、すげえ。お、こういうシートになってんの。へぇ、送料込みで12,000円かかりました。12,000円。これってもう実寸なのこれ。実寸です、実寸です。80cm で。お、すげえ。ちょっと俺の関係で見えないけど、はい。ね、これ優勝する前に、はい、こう優勝って入れてるんですこの人。もう優勝決まってねえのに、の優勝の文字。サンプルかかる、サンプルかかるまで3週間ぐらいかかるって言われたんで、瞬間からもう入れてたんだ。はい、12,000円で作ったデジタル教託。すごい。これが3代目ヒラメ用の。ちょっとほら、ワームとかロットも、あと車の、これほら、高橋さんですコーティングすればほら、あーそうですね、ね、はい、うん、コーティングしてもらって、そう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 、砂がついてもすぐ取れるという、
自宅の住所は自宅の住所は書いてるんです。石川さんちの近くです。ご近所さんだから。お、早速来ましたね、3代目ヒラメ王。じゃあこれ着て中に行きましょう。いやお前なんだヒラメ王ってなるけど。あ、ヒサさんから協賛来ました。今手に入らない話題のリンバ、なんか7000円くらいで売ってたっすね。マジで。しかもこれチャートギンゴグローですよ。これ限定色、限定色がこれ、これ綺麗に売ってフリッパーの、そうフリッパーのこの色だと思う。うーん、おー、ありがとうございます。ヒサさんから、はい、今手に入りませんよ。これが参加費お料で手に入るわけですよ。はい、ということで3代目から協賛いただきましたんで、あのこれ着てキャスティングに行きましょう。 T シャツも着ていかないか。 T シャツ、 T シャツ、 T シャツ、 罰ゲームですよこれ。結構この気温でここで着替えろっつうの。いや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 、本当におめでとうございます。いいでしょう。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。3代目ヒラメ王が食べるロールストーン食レポ。いただきます。しっとりしてとろっと、はい、誰の食レポだそれ。口の中でとろげる。あのこの中のチョコレートが美味しいです。なるほど、やっぱり私と違いますね。甘すぎなくて、はい、と値段も手頃だという。これなんか来年値上げするみたいです、これ、はい、あの 手土産にも喜ばれる、はいはい、女の子受けすると思いますよ。おー、さすが、さすが3代目、言うこと違いますね。スナックに持ってきます。夜のお供にってやつ、うん、甘いの食うか。結構女の子受けすると思います。あ、はい、ぜひあのスナック行く際はロールストーンを。いいサイズね、これ釣れた。やべやべ、でけでけでけ。やべやべ、でかいの釣れた。よかった。はい、メバル、見事に来ました。大きいの釣れたね。リモートフィッシュ第9弾。第3回ロックフィッシュダービーが2024年元旦から2月29日の2ヶ月間開催となります。対象魚はアイナメ、ソイ、メバル、その他、ネサカナとなっております。ドンコとかギンポももちろんエントリーは OK だ。対象エリアは陸地であればどこでも OK です。立ち入り禁止場所は釣り禁止場所での釣りはお控えください。釣行方法はルアーワーム等の疑似餌、餌釣りも OK となっております。ただ船での釣果は NG となりますのでご注意ください。またエントリーする際は1週間以内の釣果に限ります。頼むから1ヶ月前の釣果なんか送ってくるんじゃねえぞ。エントリー料は無料となっております。参加ご希望の方は公式 LINE をご登録ください。参加方法は公式 LINE に釣行場所、釣行日、ヒットルアー、対象魚のサイズの分かる画像と持ってる画像の2枚を LINE に送ってください。皆様からのエントリーお待ちしております。